タラシスキです。私にはダウン症という知的障害があり、落語を呼ぶことができません。覚えることも苦手です。曲を完成させるのに1年ぐらいかかります。長い時間をかけて一生懸命に練習しています。私、今、高齢者施設で介護職としてお仕事をしています。朝は、小学生の途中学校でおはようございますの声かけと、見守りのボランティアをしています。音楽と仕事とボランティア、自分のできることで喜んでもらえることがとても嬉しいです。心を込めて感謝します。パラミュージックデイのような機会で、たくさんの方に聴いていただいているのはとても嬉しいです。ぜひ、聴きに来てください。パラミュージックデイをきっかけに、たくさんの皆さんに、私たちの活動を知ってもらいたいです。クラウドファンディングを通じて、応援していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。